2010年の東京ヤクルトスワローズでは、2010年における東京ヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年の東京ヤクルトスワローズは、高田茂監督の3年目のシーズンである。シーズン序盤から借金を重ね、交流戦に入ると全く勝てなくなり、交流戦開始から9連敗したところで、高田監督が辞任を申し出て、 残りのシーズンをヘッドコーチの小川敦氏が監督を代行することになった。小川監督代行が打線を組み替え、不審のデントなガイエルに代わり、守備の不安から起用が控えられていた畠山を本職ではないが野でスタメン起用しホワイトセルを獲得すると得点力が大幅に上昇し、チーム成績が急上昇した。 監督代行就任時に19あった借金は8月25日に関西し、クライマックスシリーズに手の届くところまでチームを立て直したが、序盤の借金が響き、最終的にシーズンを4位で終えた。そして、翌シーズンの監督に小川監督代行が就任することが決定した。日本生命セパ交流戦2010本節では、 毎シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。